日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の曲はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら小池屋のトルティアチップスに業務スーパーで買ったバジルジェノベーゼペーストを塗って食べたいと思います。ジェノベーゼってあんまり食べる機会ないんだけどな。どんな味になるんだろう。ちょっと開けてみますね。わわ、バジルの、なんだろう、あの、なんとも言えない香りが結構してきましたね。さーて、それでは早速、もうトルティアチップスは毎度おなじみですからいいですよね。では、いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。緑っぽさ、いや青っぽさがいい感じに残ってるな。こういうのは野菜を食べてる感があっていいね。まあ噛んじゃダメなんですよ。バジルペーストはなんかいい意味で青さが残っていますね。なのでなんかバジルを食べているというような感覚に口の中で慣れました。なんかふわっと噛んでしまう。広がってちょっとチーズのようなコクも後から追いかけてきて、まさにピザとかパスタとかに本当に合うと思います。もちろんこのトルティーヤチップスにも合いましたよ。ペーストなのでちょっとすくって使いやすいのもいいですね。多分パンとかに塗っても美味しいと思います。 なのでこれはこちらの点数とさせていただきます。それでは新年に砂漠に行っても叶うかな。一体何を叶えようとしているのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。